その後のやっぱジョーゴにやられてからがナナミのこう見せ場というかね、辛いところでしたけど、あの展開初めて読んだ時どうでした？ジョーゴにやられてからの、その後こうさまよい歩いてきたじゃないですか、あれって津田さんは原作はこうアニメの収録のタイミングより前に読んでた？前に読んでましたね、ずいぶん前に。はいはい、この辺りはもう知ってて、じゃあ七海がああいう感じになるっていうのも、もう知ってたっていう。知ってました。どうでした、あの最初自分の演じる役の結末を知った時って、結末自体はもう完全にネタバレてて、僕がキャスト発表、七海で、津田健次郎さんですみたいな感じで発表していただいて、それが週末だったんですよ。週明けのジャンプで死んだ、あれってマジで示し合わせたんかな。いや多分偶然ですよね。あれね、偶然ですよね、多分ね。偶然ですよね。そうってなっちゃって、そのニュースがバッと入ってきちゃって、そうなんだ、それで、そうなんだと思って、そこでもうすでに僕ネタバレたんですよ、ああなるほど、その反応で知っちゃったというか、はいはい。でもああいうシーンってやっぱ演じてると入り込んじゃって辛くなるもんなんですか、それともなんかここはストーリー的にはすごく面白いからやったるぞみたいな、まあやったるぞっていうのはもちろんありますけど、まあ見せ場のね一つではあるの で、でもう一つ言えばね、そのキャラクターが最後を迎えるところまで、演じさせていただくというのはやっぱり役者冥利に尽きるというか、なのでずいぶん前からもうこのシーズンに渋谷事変に入る前から、どうやろうかなみたいなのは、なんかそれはなんとなく、なんとなく考えてましたけどね、ただななんか呪術卒業かっていうのがあったので、でも回想とかもないんですかね、どうなんだろう、まあまあまあその辺は呪術は分かんないので、ただまあまあ何せよ一旦卒業はもう間違いないじゃないですか、生きている状態ではないですからね。なのでね、ちょっとその渋谷事変のアフレコが始まるのは楽しみだったんですけど、あ始まっちゃったらもうこの結末を、ナナミ的結末を迎えてしまうのは分かってたんで、やだなーっていうのと楽しみだなーっていうのを、どっちもありますよね。ありますね、きついシーンを演じるときって、そうですね。